吉田さん、知っているって本当なんか恥ずかしい言葉に思えてきますよね。いや、私はねこの辺りを4段階に決めてるんですよ。まずね、情報に対して、もしくはノウハウスキルに対して知っているって人は多いんですよ。でも知っていますかっていう次の段階、分かってますかっていうのにね、なかなか進まないです。例えばね、セルフバック知っている人いるでしょ。分かってますかってことにならないんですよ。私なりに解釈すると、セルフバックってのは簡単に報酬を受け取るポイントサイトもそうですけどね、そういう仕組みです。でもこれを知ってる人がいても、大してそれをやり込んでないから分かってないんですよ。この分かってないのはどういうことかっていうと、セルフバックをすることによってアフィリエイトの仕組みが分かって、よしアフィリエイトしようかな、ブログにバナー貼ってっていうふうなことが分かってますかってことなんですよ。 ASP にしても広告主にしても、それはね、会員さんに報酬を払いたくてやってるわけじゃないんですよ。その次にアフィリエイトに進んでもらって、うちの商品良かったでしょ、試食の結果、セルフバックの結果どうでした、じゃあこれを今度アフィリエイトにして広げていきましょうよっていうところが分かってますかってことなんですよ。でもね、単純にだから FX の口座開設しました、カードを作りました、しばらくして報酬が確定したら解約みたいな感じでやる人がいますけども、分かってないですね。これを繰り返すと完全に広告主 ASP からブラック認定ですよ。そんな人欲しくないですよ。ただ金虫って何の益をもたらすこともなくね、会社に退場していくんですよ。いらないですよね。で、そこを分かっていくと、私の場合はセルフバックは誰よりもあったけども、アフィリエイトで誰よりも案件を決めた、ね、そこに向かうわけですよ。そして知る、分かる、次の段階、できるってことになります。できるってのはどういうことかっていうと、セルフバックいろいろやってみました、承認されないのもあります。それはなんでかなってことを理解して、あ、こういうふうになったら承認されないんだ、よしよし、じゃあセルフバックを勧める人に、アフィリエイトを勧める人に注意点としてこれを申し添えておこうかなっていうのができるかどうかってところです。要するに、何回もやらないとわからないことが分かってきたよとかね、深く理解してないと見えないことが見えてきましたよってことです。で、ここまで来るとだいたいアフィリエイトのランクってのはゴールドとかになってきます。人によってはブラックです、ね、で、最後できたっていうレベルが4段階目、知る、分かる、できる、できた。できたっていうのはもうほぼ 100%、 もう ASP の意向も理解して、広告主の利益にもなるように、全てがみんなね、全方向利益が取れるような形で運営ができている、もう完全にセルフバックが自分のものになってますよっていうレベルです。まあそうなるとね、例えばセミナーの後とかで、もうセルフバックやってるって言ったら、ああやってます、やってます、わかります、知ってますって人がいろいろ言っても、ここまで話せる人は誰一人いないですね。私セルフバックをずっとやってきました。ポイントサイトもやってきました。ただね、他にもやってる人がいるんですけども、まあね、できたりつもりで、いやね、セルフバックってね、ポイントサイトはねっていうふうに知ったげに語ってる人がちゃんちゃらおかしいですね。もう1ミリも分かってないなと、この人は。とどうせ3ヶ月に聞いたらもうやってないだろう、ね、で、儲かる仕組みだよ、終わりみたいなもんですよね。いろんなね、かつてですね、ネットワークビジネスのセミナーにも参加したことがありましたけども、このね、セルフバックっていう仕組みを鼻を大きくして話してる人いるんですよ、うん、いやー、俺の前で話すか、恥ずかしいみたいな気持ちでしたね。私ははばかりながら、このセルフバックなりポイント、まあポイントサイトはね最近ですけど、セルフバックに関しましては多分日本のトップ100位には確実に入ってます。トップ10に入ってる可能性もあります。で、そのね、私がいるところで知ったげに語るなよと。それはまあ知っているレベルではいいだろうと、でも分かってないよねと、できてもないよねと、できるというマックスの段階には当然いってないよねってことで、ピラミッド状になってます。知ってる人、分かってる人はここ、分かってる人もほとんどいないです。もう本当にね、2、3ヶ月やって終わりとか、2、3ヶ月もやらずに終わりですよ。だから、やったことあるよ、知ってる知ってる、セルフバックでしょ、終わり、ね、終わりですよ。それこそ1ポイントの案件に15分なり30分かける、そんな私みたいな人間いないでしょ。それは案件がないからやってるんじゃないんですよ。その1ポイントしか取れない広告の向こうに、実は1000円、5000円っていう報酬が眠ってるってことを知ってるから、1ポイントずっとやるんですよね。そして ASP や広告主にしたら、1ポイントの案件ほとんどの人がやってくれません、ね、でかいやつばっかり狙い撃ちしてやってくれないんですよ。でもまた久保さんやってるじゃんみたいにね、私にはメッセージ来ますよ。久保さん帰ってきてくれたんですね、そんなメール来ますよ。数年後に、数年ぶりにやってみたらセルフバックね、久保さん待ってました、案件来ました
ありがとうございます、忘れずに言ってくれたんですねみたいな感じです。ちょっと偉そうなこと言いましたけども、分かる、できる、できた、ね、この3つの段階ほとんど人気ありません。知っているって段階で終わるんですよ。知る、分かる、できる、できた、できたというレベルに行くと、もうすでにねブラック認定ですよ。逆のブラックですよ。もうねブロンズの上のブラックです。この人はトリプル A だみたいなね、もう VIP 待遇で何年経っても覚えててくれますね。で私の場合は各 ASP の会社訪問とかしてますんで、いろいろとねそこで面白い話も聞けたりとかね、行かないと、会社に行かないと渡してくれない案件とか、会社に行かないと教えてくれない ASP とかっていうのもしっかりと手に握ってやっておりました。まあだからね報酬高かったんだと思いますよ。というところでね、いろいろとお話ししましたけども、知ってるよっていうのがねいかに浅はかな言葉なのかってことを今ここでちょっとね話してみました。吉谷さんは十分お分かりだと思いますけども、人にはこういうレベルがあると私は理解してる、吉谷さんにも通用するところがあると思いますけども、通じるところがあると思いますけども、知ってるよっていうのと分かってるよっていうのは全く別ね、結果出してない人が大勢いるんですよ。セミナーの二次会には知ってるよって人だらけですね。プロみたいな顔してるけど、じゃあなんで未だにお金困ってるんですかとかね、なんで300万500万の借金でそこまでもだえてるんですか、プロでもなんでもないですねみたいなところですね。だからそこは謙虚に、自分はまだまだですという気持ちが必要なんですよ。それこそね熟練であればあるほどまだまだちょっと分かってないかもなみたいなね、そういうふうな感じになるからたくさんやるわけですよね。いやまだまだ油断できないなと思うから。でも素人さん、駆け出しの人に限って、あ、ASP ってのはねセルフバックって続かないよねみたいなところで終わっちゃうんですよね。いや続かないのはあなた方ですよ続けられますよというふうなね、こう乾いた笑いが出ましたけどね。はい、もう一回まとめましょう。知る、分かる、できる、できた、この4段階で私は切り分けてますけどもね、吉谷さんが知っている人とできている人は違うよっていうのと同じように、私も同じように感じてますね。だからね、本当言葉選び気をつけないと、その人のレベルが喋る言葉でもう分かっちゃいますね。吉谷さんも多分ね、メールが来た時にどのレベルなのかなっていうのはね、大体もう推し量った上で返信をするんだと思います。すでにあの吉谷さんのところに来るお悩み相談っていうのは、あ、こういうのあったあったみたいなのばっかりだと思うんですよ。いや、これはなんか今まで経験ないなみたいなのめったに来ないでしょ。で、同じような悩み相談ばっかり来るから返信も大体似てきますよね。だから即答できるわけですよ。だってもう何回も何十回も何千回も答えてきたやつがまたかみたいな感じで来るんですよ。異口同音ってやつです。違う人が同じことを言ってくるみたいなね。だからね、私ね、人間の悩みとか特に人間が抱えるお金の悩みってほとんど一緒だなと思いますよね。ほとんど一緒なら似たような、大体私200種類ぐらいだと思うんですよ。お金の悩み200種類、だからその200種類をやればもうね、見たことも聞いたこともないような悩みは来ないですね。まあそういうふうに思うんですけどね。まあ大体200種類ぐらいですね、まあその他のカテゴリーも大体200種類ぐらいじゃないですか。200種類ぐらいの悩みに回答できたらもう新しい悩みは生まれてこないですね。それこそなんか究極ですよね。もうそんなのは1億人に1人いるかいないか分かんないような、そんな悩みになってきますね。そこまではちょっとね、やらなくてもいいかなってことですよね。大体私たちがご一緒させてもらってるのは数億人という単位じゃないですか。まあせいぜいね何万人ぐらいですよね。何十万人とはいかないでしょ今までのねそうです、何十万人も相手にしてないですね、どう考えてもということなんで、数万人相手の商売が私たちのマーケットかなと思いますね。はい、ということでなんかグダグダっと話しちゃいましたけどね、また吉谷さんやばい言葉でも教えてください。いってらっしゃい。